今日はですね、たまには、昔のですね、23歳の時に、プロレスとか全部こうね、人生捨てて、海外にちょっと行ってですね、格闘技、どうやってこう携わってきたか、そして、その時のね、ちょっと面白い話などちょっと話したいと思います。そうですね、23歳の時に、自分はですね、オーストラリアの方にピューと旅立つんですけれども、当時はもうインターネットとかも全然ないんで、格闘技通信をですねまず広げて、とりあえず友達がですね、スタンザマンという、こんなね小さい選手でもね頑張ってる人がいるということで、こんな人もいるんだよと。でオーストラリアだとワーキングホリデーのビザがあるんで、取りやすいってことで、若い頃からもうとにかくすぐ、活躍したいっていうね、もうタイガーマスクも23歳ですから、出てたのが、それ考えるとね、もう自分なんかもう23歳で全部大学もなくなっちゃって、どうしようかなっていう時期だったので、もう焦ってたんですけど、でもこういうね、機会もなければ、ね、例えばプロレスで巡業とかずっと行ってたとしたらね、海外に行く機会なんかももうないなと思いまして、そう思ったらね、いい経験なのかもしれないからと、半ば自分にですね、語りかけるように、慰めるようにですね、海外、出ようと。その時に、スタンザマンっていう選手がですね、かっこよかったんですよね。昔K1 のね、世界の4強ですかね、それにこう入っていまして、かっこよかったんですよ。それで格闘技通信を広げてですね、インターネットないですから、このジムは一体どこにあるのかなって、そこからですよね。で、こう広げて電話したんですよ。そしたら、スタンザマンのちょっとジムに行きたいんですけど、住所教えてくれませんかって。本当ね、95年ですからね、94年ですね、1994年なんで、探し方はそんなもんですよね。で、スタンザマンのジムに知りませんかって言ったら、通常そういうことはね、教えることはないんだけどと言われて、スタージムというね、ところ、マネージャー、知ってるマネージャーがいるんで、ちょっとここに電話してみたらどうかって言われたのかな、住所はよくわからないかなって言われて、で、テレビでそのスタージムっていうふうに書いてあったんで、スタンザマンスタージム、スタージムっていう名前は名前なんだろうなと思ったんですけど、その他の情報はね、あんまり格闘の人も分かんなかったみたいで、誰かね、外人かなんかの、たまたまなんだけどと、教えてくれたんですよね。スタージムに関係ある人だと思うんですよね。それで行ったんですよっていうか、メルボルンの地図をこれ買ってですね、これ持って、もちろんワーキングホリデーのね、全部こう手続きして、で、こんなでかい地図持ってですね、バッグ1個とは言わない、1個じゃないですけど、3つぐらいですかね。それでこう、出かけてったんですよね、オーストラリアに。それでね、長い人生の、1年ですからね、終わってみたら、いい経験になればいいななんて思いながら、本当にこう、それまでもプライド高くね、もうちょっと一日でも早く選手になって、スターになりたいっていうのが強かったんで、本当にこう、逃げるような感じで、海外に出てたんですけど、そしたらですね、まず着いて、シドニー着いたんですけど、すごいね、上からね、シドニーっていうのがこう、海岸のバーッとこう波を打ってね、こう景色ガーッと思って、自然ですよね、自然がね、すごいいいとこだなーって、想像してたオーストラリアのね、イメージとぴったりだったんで、こんなとこで暮らせたらなーなんて思いながら、で乗り換えてその後こうメルボルンに向かうんですけど、1時間半ぐらいですかね。そうするとね、今度畑っぽいんですよ、全部景色が。それでこんなとこで住むのか、想像してたオーストラリアと違うんだよなと思いながら、ちょっとだんだん不安になってきてですね、それで降り立って、でまたね、メルボルンっていうのは当時10月だったんですけど、寒いんですよね、
めちゃくちゃ寒くてですね、なんかもう全然想像してた恐れととにかく違くて、これどうなるのかななんて思いながら心配してですね、それで空港降りて、まずその日本から予約してたホテルに、まあ、朝ですねパッと行って、そうしたらいきなりですね、はいっつってね、受付のお姉さんがいたんですけど、グッダイグッダイっつって言ってるんですよ。グッダイってなんだろうということで、で今度は僕なんか喋るために I can't って言うんですよね。 I can't ってなんだろうなと、まあ後で、分かったんですけど、まあグッデイグッデイってことなんですけどね。あとOK だったんですけど、ただでさえですね、英語がGO の過去形が GO も分からず言ってるのに、なまられちゃうんで、もう余計分かんなくてですね、すごいね、混乱しちゃって、それでそのモーテルですね、を泊まってですね、パッてね、外朝ね、ちょっと仮眠してパッて見たら、こんなね、ポパイみたいなね、男がですよ、ゴミのね、こう収集係だったんでしょうね、こう車からブーンと降りて、ぐわーっとこう、うわーってやってね、見て、うわー。やっぱり日本人と体格が違うなぁなんて思いながら、そういう初日の本当にこう朝のメルボルンだったんですけど、まあそれでジムもね、こうさっきそうメルボルンのこんな大きいね地図を掲げてですね、まあ事前に各通の人に教えてもらった、まあ誰だか分かんないですけども、まあ外人の人に住所をね聞いてたんで、その人に聞いた住所地図でこう照らし合わせてずっと歩いていってですね、それで見つけたんですけど、まあフィッツロイオールスターズジムっていう名前だったんですね。スタージムって書いてありましたけど、フィッツロイオールスターズジムで、それで、まあ行ったんですよ。そしたらまあスタンザマンの当時ったコーチですね、まあそれこそちょっとダナー・グッドソンっていうと思うんですけど、ディーナ・グッドソンっていうのかな本当は。それがもうちょっとなまってるんで、みんな名前までなまって喋るんですね。あれダナ・グッドソンっていう黒人の人がいて、すごく陽気で、ああすごい日本から来たのかみたいな感じで、だけど僕はなんかもうちょっとバカなんで、もう住むのもね、住む居心地も大事だというのがあって、なんかもうメルボルンとにかくね、寒くて暗くてね、天気悪いんですごく不安になってきちゃって、いやー実はねこのジムね、中入ってね、かっこいいんだけど、自分はちょっとシドニーにも興味あるんですよみたいなね、バカなこといきなり言ってですね、そしたらシドニーにはね、俺の知り合いいるから、そこにちょっと行ってみろよみたいな、それで行ったんです。行ってみろよって言われて、なんかそうだな、まあ、まだスタンザマンにも会えてないのに、いきなりですね、もう思考変更ですよね。もう考えられないバカなんですけどね。また飛行機取って、すぐね、そのダイナ・グッドソンっていう人に教わった、まあ、すぐね、それジムいいジムでね、なんかかっこよくて、なんか僕がこう地下にあって、なんかこう求めてたようなロッキーのようなですね、そういうなんかかっこいいジムではあったんで、なんか練習ここはいいなと一瞬思ったんですけど、まあ、なぜかシドニーで見たね、シドニーで見たその景色が忘れられずに、もう3日経たないうちに飛行機でヒューってね、シドニー行っちゃうんですよ。それでまあその聖堂空手のジムだったんですかね、外人、名前が出てこないですね、アダム・ワットさんの、まあ要はシドニーのビーチになるようなね、そこにジムがあってですね、まあ、そここうガーッと行って、まあ今思えばね、キングスクロスっていうですね、まあ、シドニーでもすごくもう柄の悪い、なんかもう本当にこう病気の人じゃないかなって、もう薬漬けだとかそういうなんかね、まあ、そうキングスクロスも柄悪くてね、しかもまあ安いホテルを取ったもんだから30度ぐらいですよね。不安で不安で、もうドアは薄いし、もう白黒のテレビがピカーッとなんか光ってて、何やってんのかなとか思いながら、こっから家も探さなきゃいけないし、英語学校も通わなきゃいけないし、やっていけんのかなってね、そんな感じで23の時、それで
アダム・ワットさんとこね、ちょっとこう行っていろいろ喋って、まあ、ジム見せてもらったんですけど、なんかねそれピンとこないんですよ。でそこのジムでまたジムをね紹介してもらって、なんか俺は空手をやりに来たんじゃないみたいなね、思っちゃってですね、なんかもろ聖堂会館みたいな書いてあったんですかね。でその時やっぱりもうね、キックボクシングっていうのの憧れがあったんで、空手をやりに来たんじゃないなみたいな感じで、で紹介されたジム行ったんです。そしたらね、今度はすごくこう若手の人が、なんかレッスンみたいにやってて、なんかどう考えてもね、なんかね弱そうなんですよ。なんか海外って、まあ、後に僕も柔道とかオーストラリアで習って分かったんですけど、結構ねもう帯とか取るとすぐなんか先生とかねなっちゃってですね、なんかそんな感じだったんで、なんかあんまりこう何しに来てるのかなっていうね、そういう感じになっちゃったんですよね。もうシドニーもね、もう中華街のとこですね、チャイナタウンでなんかチャーシューライスかなんか買ってね、今後どうなるのかなとか思いながら、やっぱりメルボルンに戻ろうって、それでメルボルンに、ね、戻ることになったんですよ。なんとやっぱりね、ジム練習しに来たんだよなと。で急になんか思っちゃってね、1000キロもあるんですよ、メルボルンとシドニー。1000キロ近くあるところを、まあ、乗り換えてメルボルン行って、そしてまたシドニーに戻って、そしてまた戻ろうとして、メルボルンからシドニーに行くときに、まあ、200何十ドルかな、当時やっぱその高いんですよね、その国内線も高いんで、いやこれはお金使いすぎたなと思ってですね、もうこれは使えない、なんか安い方法ないかなと思ってですね、それこそキングスクロスのところでなんかチケットって書いてあったんで、ゴーシドニーみたいな書いてあったんですよ。で50何ドルっていうのが出てたんですよね。で50何ドルかと思って、おい、えらい安いなと思ってね、ヒュッとこう買いに行ったんですよ。そしたらで、まあ、何時だってことで、なんか集合場所書いてあった、あれ集合場所なんかその辺だな、おかしいなと、なんかバスって書いてあって、えってバス買っちゃったと思ってですね、こんなでかいスーツケースに荷物3つぐらい持って今からバス乗んのかと思ってついて、いあっちゃこっちゃ行ってたんで、もうなんかもう落ち着かなくてですね、まあしょうがない、でもね50ドルでね、シドニー行けるならまあそれもしょうがないかと思ってですね、もう夜便だったんですけどね、バスに乗ることになったんですよ。そしたらバスがですね、ただですね、もう本当に映画の世界ですよね。もうね、なんかね、やっぱちょっとお金がねない人がやっぱり乗ってるっていうのもあるんですけど、めちゃくちゃ怖いんですよこれが。自分がね、まあ、格闘家で言うのもなんなんですけど、まあ、そのアボリジニ系の人がいろんなね靴乗ってて、ね、黒人も怖くてね、で全財産持ってるじゃないですか。でシートもね、なんかこう超かなりですが後ろ乗ってたんで、もう倒せない。そしたらね、目の前に飛び出してガガガガガッと倒してきて、もうこんな狭くなっちゃってですね、うわーとか思いながら、でも寝たらなんかお金も取られそうだし、明らかにね、酒飲んでしょ、もう悪いんですよ、こう印象がみんな。それでね、ビクビクしながら、まあまあでもね、言ってもまあすぐ着くだろうと思っていたらですね、まあこれ海外のノリですよね、もうね、すぐ休憩あるんですよ。ちょっと行くとすぐ休憩行って、でまあね、まあ要は高速道路とかあるようなところでパッと止まって、でまあしょうがないなと思ってこうね、全財産持ってこうしょぼしょぼ歩いてたらですね、まあなんか買い物ないかななんて思ったらですね、こう一緒に乗ってたバスのね、なぜか冬なのに短パンでね、裸足というね、そういう そのオーストラリア人がですね、ひゅっとこうパッて見たらですね、店のリンゴクワッとか盗んでの見て、やべえ、怖い、怖いって、もう見て、もう見て見ぬふりだろ、もう。そんなね、もうね、そんなとこでもう関わってないですからね、ひゅってね、盗んでるの見て、いや、もうなんか、衝撃でしたね。はい。それで、まあ、その日とか、まあ、それでバスまた乗って、また休憩ね、2時、3時間、また休憩して、結局ね、夜出たんですけど、着いたのがね、何でかもう朝、もちろん朝なんですけど、
13、14時間経ってましたね。それで着いて、メルボルンにやっと着いて、まあ、行くところで YMCA っていうね、安いちょっとこう学生が泊まるようなそういうユースホステルみたいなのをね泊まって、まあ、そこで初めてその隣にあったそのクイーンビクトリアマーケットっていうのがあって、んビクトリアクイーンマーケットかな、クイーンビクトリアマーケット、まあ、大きい市場があるんですけど、それをこう散歩しに行って、あなんかすごくね、あのまあ魚とか果物とかいろんなのがね、こう朝の市場なんですけど、そこでね、なんかこうパンかなんか食べてですね、なんかようやく落ち着いたなーって言って、で、まあ、これから、まあ、泊まってるの行くで家もね探さなきゃいけないしね、いや本当に大変だなとかね思いながら始まったオーストラリアの日でした。